皆さんこんにちは。 T5 ジャズレコーズの清水です。横浜ワイン会ポッドキャストエピソード7、オーディオ機材よもやま話第2回をお送りいたします。今回は前回の続きで、機材のメンテナンスや修理の話から、かつてはスタジオのプロ用機材も席巻していたソニーについて、私たちが勝手に望むことだったり、気になる欲しいオーディオ機器の話題から、流行りの Bluetooth を通した音の話題、そして映像系の話題など盛りだくさん。ここしばらくライブフロム横浜というオンラインライブの企画でアップデートが遅れていましたので、前回の話題を、もうすっかり忘れてしまっている方は、改めて第1回から聞いていただけると話が分かりやすいかもしれません。次回アップデートはもう少しタイムリーにできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。今回もお送りするのは、レコーディングエンジニアの斉藤孝之さん、プロデューサーマネジメントの大谷智博さん、そして T5 ジャズレコーズの私、清水の3人でお送りいたします。このプログラムは名盤名演から最新録音まで、国内最大級のカタログを誇る配列配信サイトイオンキオミュージックの提供でお送りします。そうだろうなと思うんですよね。ただまあね、古いものになるとね、うちのパワーアンプとプリアンプすごく古いんで、両方ともちょっと僕のよくお世話になってる奄美の熊本県のね、天草の会社に修理出しメンテナンス出してるんですよ。もう膨大な数のパーツを交換してありますからね。もうね、交換したやつ送ってきてくれるんですけど、外したやつすごい数のコンデンサーがだから、もはや全然オリジナルじゃないっていう、びっくりしましたからね、うわーっつってすごい、こうもうね、でもまあそうは言ってもね、メンテナンスしないわけにいけないんでね、まあ、そうですなかなか、でもそんな修理にお金かかりそうですね、それね。3万円ぐらい、そこね安いんですよね、3万円で、そこ安いからわざわざそこに送る、まあ時間かかるんですけど、やっぱりそれなりにあの人気のあるところなんで、まあそういうヴィンテージ機材のメンテナンスって有名なところで、そうなんだ、僕はヤフオクでクレルのアンプを買った時に、まあ、メンテナンス出したくて今の代理店さんに電話をした時に紹介していただいたんですよ。そうなんですか、もうオフィシャルにちゃんとこう紹介してもらえるようなところなんです。そうなんですよね、結構そういうのってあって、あの楽器なんかも、フェンダーのアンプを買って、それもヤフオクで買ったのか、でノイズが出るようになっちゃったんで、修理出そうと思って楽器屋さんに相談をしたら、フェンダーはその当時ね、フェンダージャパンがもちろんあるわけですけど、フェンダージャパンは要するにその工場がない、いわゆるそのメンテナンスができないんで、技術者抱えてないから、だからもし急ぐんだったら、それまでうちがメンテナンス出したところを紹介しますよなんて言って、割と紹介してくれたりなんかして、そうするとなかなかそこ持ってったりすると、とかね、埼玉だったんですけど、なかなか楽しいんですよね、いろいろ教えてくれて、あ、これはこうだよ、こうなってるからこうなんだよとか、これノイズじゃなくてこれこういうもんだからとかね、いろいろこう教えてくれたりしてね。まあでもそうやってね、ちゃんとメンテナンスしてくれるところがあるとありがたいですね。ありがたいですね、しかもそんなにあのそこい、例えば関東のっていうか、例えば東京とかにはなっちゃうんですけど、まあ同じようなことしてくれる会社もあるんですけど、すごい高いんですよこれ言っていいのか分かんないですけどね、やっぱ土地代とかもあるのかもしれないですけど、すごい高いの、多分ね、同じことやって3倍じゃ済まないんですよね。だから、まあ、でも人件費ってこと、修理だから、まあ、そうでしょうね。
だからそこなくならないといいなと思ってるんですけど、うん、お会いしたことは一度もない。そこに何人の人がいてどうやってるのか全然知らない。まあ、お願いするときだけ電話してるだけですけど。だからそうなんですよね。一回僕の知り合いが全然別の、まあ、ヴィンテージ機材を、ヴィンテージもそんな古くないんですけど、うん、修理出そうと思って見積もり出したら、うん、15万って言われたよとか言われて、それターンテーブルが出てこないだけなのね、うんうんうん、国境機だから。それはその正規代理店でってこと？正規代理店で、うん、が正規代理店で紹介してもらったところですね。それもあった正規代理店が直に引き取らないで声出してくださいっていうところ、うん、15万って言われちゃったよって言われて、そのテープ出てこないだけで、それはすごいねっていう話。それちょっとひどいです、うん、ねえ。ターンテーブルとかってね、ターンテーブル自体はティアックのターンテーブルですけどね。あら、あの多いんですよ、高級機なんだけど OEM とか、ね、そこのそこのメーカーだけあの買ってきちゃうんですよね、うん、あので確かタスカムは今は分かんないですけど、当時ね高級機に多かったんですよ。100万とかぐらいの SSD とか CD プレイヤーの回転するところはまあ日本製品っていうのは多いですよね。だからそのティアック自体のそのデッキをすごい改造してすごくすごい音で鳴らす人もいるみたいですよ。おお、そういう、そういうマニアックな人がいるんですよ。でも本当にすごい音になるみたいですよ。僕聞いたことないんですけど。そう、もうそれはもう自作オーディオってことね。自作、うん、そうですね、まあ、個人でやってほぼで、そういうオーディオファイルの人が発注して、うん、何を隠そうその、まあ、その人ね、まあ、録音物に対しても一過言あるみたいで、でいろいろ言うらしいんですよ。この人の音はこうだ、まあ、良くないとかいいとか、あこうだって言って、うん、あのアドバイスくれるらしいんですけど、うんうん、まあ、ここだけの話ですけど、まあ、そんなその過程の中でいいと言われたエンジニアがなんとここにいる斉藤隆之なんですね。そうですか、ええ、ほら、そこで返り咲きの後押しになるという、それが。あ、そうなんですか。そうなんだって。あ、そうなんだ。そうなんだ、そうなんだ。俺もね、それ途中で知るんだけどさ、あの時点で知らないんだよ。あ、じゃ あその方なんだ、そのお母さんね。そう、へえ、そう、そのそうなんですよ。某アーティストがオーディオファイルで、某アーティストがオーディオファイルで、それでたまたま人に紹介してもらった人がその改造する人 で確かにすごい音がするって言うんですよ。で多分その人、その人はちゃんとしてるんでそういう音するんだと思うんですけど、きちんとした音が。で彼が自分たちの過去の音源とか今まで自分その当時自分たちが作ってるものを全部聞かせた時に、この人いいねって言っていただいたのはその方だったんです。そうなの、でもその時はもう戻ってんだよ、もちろん。あの、うんうんうん、あれをやってる時なのね。あの最初デビュー当時エンジニアやってて、しばらく別のスタッフがちょっと変わっちゃったんで、って、うん、でその後もう一回あのオファーがあって、でミックスから参加したんだっけ、あれ。そうです ね、うん、でその過程の中でそういう流れがあったらしいんですよ。それ僕もね知らなくてね、某アレンジャーの方に聞いたんですけど、まあ、そうなんだ、ちょっと菓子折りでも持ってくるお墨付きをもらったっていう。ああ、そうなんです。そうなんだ。いやでも、ちゃんといい仕事を続けてるとそういうことがあるってことですね。見てる人は見てるんだなってよく言われますけどね、僕は。見てる人は見てるからちゃんとやろうよってよく言われるんですけど。その話はすごい。いや、真面目にやってるとね、やっぱり、ね、真面目にやってる人はいいことはあるんだなっていうね、本当に例なんですけど、急に思 急に思い出しましたけど、ね、好きなオーディオとあんま関係ないんじゃないかって気がするけど。いやいやいや、でも好きなオーディオから派生して、ね、本当にそういうこともあった、そうなんですよね。いやいやいや、嬉しいですね。いい感じじゃないですか。でもそのプロ機器なんかも含めてなかなか日本のメーカーは苦戦してるんじゃないですかね、今ね。いやー、そうじゃないですか。だって昔あの某アーティストのマスタリングでビクターのマスタリングにフレアに行った時に、そこのマスタリングエンジニアのね、多分よくご存知の方だった。ああ、ドローンが好きな人で、ね、そうそうそうあの方が言ってましたもんね。やっぱね、ソニーにはちゃんと頑張ってほしいんだよって。あ、スタジオの機材さ、みんな前はソニーの機材がさちゃんと揃って一気通貫でさ、
確かにできたのに今何もないんだもんソニーの機材なんてあ何もなくなっちゃった、そうかマイクが 800G がまだかろうじて 800G ね、うん、廉価版も出たんだもんね。あ、そうなんですか、うん、へえ。そっかそっか。だから僕も一回ソニーのハードの人に言ったことありますよ、うん、なんかそのカメラがね今ソニー欲しいんですよ、ね、はいはいはい、うん、欲しいですよ。あれは一眼レフをちゃんと買収してでも、うん、きちんとしたプロ用にも使えるような機材、まあプロが本当に今どれぐらいいるかわかんないけど、でもソニーのアルファは今すごい調子いいんですよ。いやめっちゃ調子欲しいですよ。だからその下のねサイバーショットやらなんやら、うん、いろんなこう幅広いジャンルのものが調子いいと。まあもともとほら映像系でねプロ用が全部こうほとんどソニーのテレビ局入って、そうですね、やってたわけじゃないですか、ええ、なんで音はねプロ用機材ソニーやんないんだと。やっぱみんなそういうところに憧れて、でもそれは手が届かないからじゃあ自分の手の届く範囲でねこれぐらいのものを買ったらいいんじゃないかって言って買うんだと。その話した当時結構まだハードディスクの iPod が流行ってた頃で、あみんなねもうあの頃ミュージシャンがプロツールズのデータを iPod に入れてスタジオに持ってってたような時代で、うん、あの頃ねウォークマンなんてせいぜい16ギガぐらいしか入んなくて、あこんなんじゃさ入れられないんですよこんなんじゃ、あ200ギガぐらい入るやつ作ってくださいよすごい言いましたね。あーはーはー、すぐできそうですけど ね割と、うんうん、まあ、だいぶ最近はねなんかあの、まあ、DSD のレコーダー含めて、だいぶこうちょっとね配列を関係いろいろ頑張ってやってるけど、ね、なんかまだちょっと違う感じするんだよな。この間値段が高くなっちゃってもなんか面白いの見ましたよ僕ソニーので。何？ね、なんかね、まあ、再生装置なんですけど、うん、まあ、値段は数万円なんですよ、うん、10万円あとね2つあったかな、安い4万円ぐらいのと7万円ぐらいのと、まあ、そんな安めちゃ安ではないんですけど、こういうなんか透明の筒がこう筒型のこうスピーカーになってて、で上高い方は上がウーハーだったかな、うん、でこうそこでお父さん音楽再生するんですけど、まあ不思議な鳴り方をする再生機ですね。どっから音が出てるかさっぱり分かんないんですよ。で基本的には下から出てるんですけど、こう台についててここに隙間があってこっちから高音でこっち上がなんだけど、一体どこから音が出てるのか全くよく分からない。ガラスの電気のやつ、そう、ああ、あれね、あれ結構人気あるんですよね。あれ不思議で面白かったですけどね。あと電球型のやつもあるんですね。あ、そうなんだ、電球型ではね、なんか上からこう音が降ってくるみたいな感じ。あれは面白いと思う、まあうん、あれでロックとか聞くのはちょっとあれかもしれないけど、ちょっとふわっと流すで BGM みたいなの流すのはなかなか、あと寝室とかね、そうですね、もう夜寝る前にね、そんなうるさい音で鳴らさないんだったら、ね、いいなと思ったんですけど、うん、まあ、今こうやって話してて、まあ、そういうニッチなものを作ってる場合じゃないのかなソニーはっていう気持ちがしてこれニッチなこと言ってないよね、まあ、横浜ワイン会じゃないんだからね世界のソニーだからニッチじゃダメかみたいな。スマートスピーカーは良くなかったんですよ、良くないって言っちゃいけないのかもしれないけど、ソニーその時スマートスピーカー見に行ったんだよね、ポロッと。ソニーのスマートスピーカーってどういう感じの、本当にまあもうスマートスピーカーって大体そうですけど、黒い筒みたいなのをドーンってやって真ん中にねこう、はいはい、よくなかったんですよね。なんかあの僕ちっちゃい卵型のね、まあそれはただ普通の Bluetooth のワイヤレスのスピーカーですけど、うんうん、あれもねなんか割と良かったんですよ、ね、あ 防水で、うんうんうん、あ、ありましたね。もう今かみさんのテレワークスピーカーになっちゃった。あパソコンだとね音がやっぱこう耳が痛くなっちゃうって、あ、パソコンのスピーカーで朝から晩まで会議やってると、会議やってるとね、うん、あ音大事ですよね、音大事だと思いますけどね、いやーねー本当になるほど、ね、じゃあちょっと次の話題もそろそろ、次の話題は何でしたっけ、ちょっと気になる欲しいオーディオ機器とか。あー、なるほど、今欲しいオーディオ機器なんでしょうね。今欲しいオーディオ機器、難しいですよね今欲しいオーディオ機器ね。まあ気になるっていう意味では今のねソニーのそのガラスのあれはちょっと
気になるってことですか。そうですね、気になるっていうか、あれはあのそうですね、僕が欲しいってわけではないんで、でもちょっとあったらいいなと思いましたけどね、まあ、うち狭いからあれだけど。でもあのね、この間もほら、うん、ワイヤレスのイヤホンの話ちょっとした中で、やっぱりでもワイヤレスでワイヤー付きに勝るやつはもうないんだよねみたいな話もあったじゃないですか、うんうん、ええ、あのワイヤレスの音を改善するっていうのはどうにかならないものなんですかね。あれはでも圧縮して飛ばして回答なわけでしょ、きっと。そうですね、それだとやっぱ何ですかね、ダメなんですかね、やっぱり速度の問題とか出てくるからなかなか難しいような気もしますよね。っていうのはね、たまたま僕がこれ使ったら、これ買ったからか買ってないからか分かんないですけど、なんか Apple Music を3ヶ月無料でありませんかみたいなの来たから、アップルミュージックちゃんとやったことなかったんで、はい、まあ無料ならと思って入って、うん、で自分のスマホにアプリ落として、はい、で Bluetooth で車にね、はい、飛ばした、はいはいはい、これで何でも聞けんじゃんなんて思ってやったんだけど、うんうん、今まで車のオーディオで CD よりもその CD からほら自動的にこうリッピングできたりして聞くやつが、あれはやっぱ音良くないんだよななんて言ってたじゃないですか。で Apple Music 聞いて、お、なんだ意外にいいかもと思って、でその後車のそのリッピングしたやつ聞いたら、なんだこっちの方がまだいいじゃんみたいな。あ、結局そうなんだ、あれみたいな。まあなりますよね。多分 CD と比べたらもっと差があるんだろうなみたいな。CD と比べたらすごいですよ。でも Apple Music って 256K っていうじゃないですか、うん、はい、あれダウンロードした、うん、買った音って、まあ、結構僕よく聞いてるものあるんですけど、ええ、それちゃんと自宅のオーディオにケーブルつないで聞くと、うんうん、意外に悪くないんですよ、それは。だからそれはやっぱり無線のせいなのかなと思って、だからそこの差って、まあ、なるほど ね、まあそうなんでしょうね、うん、ってことは ね、うん、ね、ええ、あの Bluetooth のそうせいですね、そこで落ちちゃうってことなんですね、ええ、そうですね、はい、そうですね、ロスレスじゃないんですかね、あそこ飛ばしてるのはロッシーなんですかね、もしかして。どうなんでしょうね、でもあのコーデックでいわゆるそのBluetooth でもその、うん、確か3つぐらい方式が今あるでしょう、いろいろありますね、で、まあ、一応一番いいやつ名前忘れちゃったんですけど、だとやっぱ時差はすごい、うーん、そうすると YouTube とか見れなくなっちゃうわけですよね、単純な話、映画とかね。だから積極的にそれを採用してるのは少ないとは思うんですよ。そういうこと。ただそれにしても音は悪いですけどね。うん、だからもっとそのもっとハイクオリティなものがこう瞬時に回答できるようにならないと厳しいってことなんですかね。なんとかしたいなと思って。それはもう Bluetooth じゃダメだってことなのかな。まあ天井あるでしょうね。きっとね、うん。それこそいわゆる 5G 的なああいう。うんうん、でもそれだとすごすぎちゃうよね。音だけだったらそこまでのはいらないと思うんですけど。はずですよね、いや、いらないですね。ただ、CD で 1. 何メガとかですもんね、うん、確かね、転送レートって。ただ、Bluetooth って多分5メガぐらいまで行くはずなんだけど。ああ、そうなんだ。でもダメですね。で、つながりが悪いしよ、めっちゃ Bluetooth。あの、形式によってはだけど。そうですね。だから。いや、だからそのね、比較が無駄に圧縮してんじゃないかなと思って、僕は。ああ、過度にね。過度に。そうそうそう。それはそうかもしれないですね、うん、まあ今カープレイとかあの Google のあれとか、うん、去年ぐらいまでは有線でしかつながんなかったんですよね、うん、だけどつい最近ね Google だかもしれないけどあの Bluetooth でつながるようになっちゃったんですよね、つながるようになったんですよ、うん、今まではデータ量がやっぱ多いんで、うん、カーナビとか、うん、ダメだったんですけど、うん、有線だったんですよ車ね、繋がるようになったんですけど、うん、ってことは USB だったんですよ、うんうん、繋がるようになってってことはそれなりのデータ量を扱ってるんだなっていう話で、だから確かにそれはそうかもしれない、無駄に圧縮してるのかもしれないね。
無駄に圧縮したものを無駄に一生懸命解凍して音が悪くなってるってこと。どうなんだろうな、ね、だからね、まあでもな、楽なんだよねやっぱり。楽に勝るものなしみたいな感じが若干あるんですよね。そうですよね、人間はこう一度楽を覚えてしまうともう元には戻れないっていうね、まあ、CD がねその最たるものでしたからね。やっぱりそして今でも、まあ、まだまださすがにあれですけどね、これからでもね Bluetooth もっと音良くなるといいですけどね。そうですね、うん、その転送具合がね大容量になっていくとやっぱりこう切れたりしていくんですかね。そのだから受信の方もそのあの飛ばす方もなんかちゃんといいやつじゃないと、うーん、うん、圧縮せざるを得ないっていうのが現状じゃないですか。まあそうですよね、まあ、この先ねあのハイレゾでこうストリーミングっていうのも増えてくるだろうしね。あれ 8K の時って、うん、音は何だったんだっけ。2448なんだっけ。いきなり何でしたっけね。なんか普通企画ですよ。なんか普通企画だったよね、うんうん、あれみたいな、まあ、チャンネルあのあれ 11.2 だっけ、なんか20.2 だっけ、サラウンドだったけど、うん、あれ自体はオーディオファイル自体はそんなにすごいもんじゃなかったよね。確かに、うん、48か言っても9696じゃないね。48だったね、人ね、うん、なんかそういうイメージが、うんうん、これをねこれ多分このポッドキャスト始めた最初の頃でもいたかもしれないですけど、あの某テレビ局の音楽プロデューサーはですね、映像なんか 2K でいいから早く入れずに済んだよ音って一生懸命言ってましたけどね。そんな人もいらっしゃるんです、いらっしゃるんですよ、えーえーいやもう 2K で十分だよ、わかんねえよとか言ってね。音だ音音とか言って、まあでもね、あのジョージ・ルーカスだって有名な言葉ありますからね。あ、そうなんですか。映像と音は半分半分だ、うん、あ、その魅力は映像が半分だとしたら音が半分の魅力を作る。まあね、本当にそうあってほしいんですけどね。まあ、現状かなりちょっと、ね、まあ、割り食ってますね、うん、ええ、割り食ってる、はい、DVD の時から割り食ってますね。やっぱり目に見えないからなんでしょうね。目に見えないからでしょうね、うん、DVD の時からまあね、まあ、CD もねその企画としては割ともうすぐ古くなっちゃうわけですよね。あの、うん、なんていうのかな、プロの録音現場では4パッチで撮ってたり16ビットだけど4パッチで撮ってたり20ビットの4パッチが撮れたりするようになっていくのに、うん、CD はずっと16ビットの 44.1、うん、でもDVD が出てきた時も結局 DVD の容量自体がすごくちっちゃいので、そのハイレゾ、うん、ハイクオリティなものを、ハイクオリティっていうのハイファイなものを入れるには結局そこでせめぎ合いになってて、まあ音に映像に食われて、音も映像、どっちかに食われて、リニア PCM に入れたくてもやっぱり入れられないって圧縮になっちゃうとかなってて、 でこの間久しぶりに2000年ぐらいに作った DVD を見たんですよ。自分たちが、僕が関わって作った音楽 DVD ね、ものすごい記憶に残ってるのはそのせめぎ合いをやったんですよ。あの最後にそういう編集オーサリングのところで、どっちにどれぐらい割くかっていうんで、なんとなく見て、まあこれ、あ、でもこれ以上いくとやっぱり絵が汚くなっちゃうんですねっつって、まあちょっとその妥協点で、割と音を大切にする会社だったんで、妥協点でやったんですけど、まあね、絵が汚くて、ものすごく汚かったんだよね、今見たら。もうね、ああこうなってたのかっていう。まあ、2000年の時のその当時のそのシステム、テレビとかで見てどうだったかっていうのはちょっとわからないですけど、少なくともうちにある10年前のテレビで見る、もう10年以上経ってるテレビなんだけど、それで見てもまあ汚くてね、あ、そう、びっくりしました。ちょっとうーんっていう。それは音良かったな、踏ん張った甲斐はあったかもしれない、うん、DVD だから 720p ってやつですか。あと、そうかな、うん、いやびっくりしちゃったんだよね。元はフル HD、そうですね、まあ、もともね当時のちょっといろいろ問題があって、もともそんな綺麗じゃなかったんですけど、マスターみたいなね、そうな、うん、ただね、それにしてもね、うん、ちょっとひどかったなっていうね、
ね、まあなかなかやっぱ環境との問題で難しいですよね今だって。そうですね、 YouTube とかでもね、 Netflix とかいうのでも配信だともうどんどん 4K のものすごい綺麗なのが出てきますからね。来るのに地上波なんて汚いもん。そうなんですよBS の方がまだ綺麗だけど、でもなんかこう BS あまりやっぱり見てる人が少ないせいかだんだんチャンネル減ってったりとか、NHK もなんかね、なんかちょっとまとめて減らすみたいなこと言ってる。ああ、そうなんですか。だから BS プレミアム、 BS プレミアムって、はい、あそこが結構なんか危うい感じ。ああ、そうなんですか。それはもったいないですね。ね、あそこのチャンネルすごい綺麗で、僕も好きなんですけどね。ああ、そうなんだ。でもね、なかなかそうですね、DV 僕は割と最近関わったやつで、まあ、ライブやったわけですよ、うん、でライブの、まあ、生放送もあって、うん、でまあ追っかけ放送再放送みたいなのもあって、それはねワウワウで中継したんですけど、それをね商品にしましょうって話になって、商品 どうすんのって言ったら DVD にします。いや放送一回かかってるよね、 DVD にしたら絵が荒れてるからファンからねクレーム来るよ。でもいろいろ考えてやっぱり DVD っていう商品にして、その例えばブルーレイするとやっぱお金もかかるし単価も上げなきゃいけないんで、そっちの方があれなんで DVD でっていう風に言われてます。いや考え直した方がいいんじゃないかな、もう一回ぐらい上の人に何か言った方がいいんじゃないとか言って、で結果 DVD になったんだけど、うん、しっかりアマゾンのレビューに書かれましたからね、あテレビより汚いものを売り上がったってあそうそうなんですよ。なかなかね大変な時代だと思うんですよ ね、 あのね作る方のね大変さも分かるんで、やっぱりオーサリングとかねすごいお金かかるんですよブルーレイは。そうなんですよね。だからまあ致し方ないんだけど、あやっぱ書かれちゃったとかリスナーに書かれちゃったな、恥ずかしいっていう、ね、映像はまた特にね、なんかその差が激しいというか、そうですね、今になってしまうともう DVD がねなんかこうすごくこう劣化されたものに見えちゃう、ね、そうですね、テレビ再生するテレビがねもうみんなどんどん、あそうテレビがすごい綺麗なんで、すぐ分かっちゃうんだよね、あのテレビがねそこをこううまく保管してアップコンバートアップコンバートしてくれればいいんですけどね。いやー本当にそう思いますけどね、ダメなんだ、難しいですね。いやもうレビューもね、あの真面目な人はすごいちゃんとしたレビュー書いてくれますからね、まあ、なかなかちょっとシビアなやつ何回か目にしてね、あそう、反省したこともあります反省したっていうか納得したっていうかなるほど。いやもうね気になったアマゾンレビューみたいなの上げてったらね、うん、結構やばいことばっかりですここは P ですけど、なんでそんなことまでわかんのみたいなね、うん、それは全部やっぱ映像系ですか。うん、あのアルバムとかでもね、そうなんだ、その制作過程がこうなってたんじゃないのみたいなことを書いて、そこまで想像して書いてくる人がいるんですよ。すごいですね。想像なんですかそれ。マジ？え？近くの人じゃないですか。そうだったりしてる。実はね。すごい近い人。皆様いかがでしたでしょうか。近いうちに横浜ワイン会ポッドキャストエピソード7オーディオ機材よもやま話第3回もお送りしたいと思いますので、ぜひお聞きください。横浜ワイン会ポッドキャスト、このプログラムは名盤名演から最新録音まで国内最大級のカタログを誇るハイレゾ配信サイトイーオンキョーミュージックの提供でお送りしました。